出た CRX SI じゃないですか。あ、分かるね。あ、分かりますよ。天候じゃないかんね。天候じゃない。そうだよ。 ZC セミリートだじゃないですか。貴重な。そう、ちょっと明るい。オーナーどうする、オーナー。あ、じゃあちょっとセミリトラちょっと一緒だね、うん、これ見ないと帰れないや、セミリトラ。懐かしの初代 CRX。 そう、もっと正面から飛んでたら分かんないですか。おしゃれ、おしゃれ。ありがとうございます。いいね、いいね、いいね、押して。ちょ、ボンネット開けてもらえますか、ボンネット。懐かしの ZC。ボンネットちっちゃ。こんな短かったっけな。ねえ、短っ。わあ、ぶっちぎりじゃないですか。この当時としても。いや、懐かしい。うん、ここの中に、俺がエンジンやってもらってる間にこの中潜って、はい、こういうとこを全部削ったり磨いたりして、あ、そうなんですか。塗ったりしてたんですよ。あ、お、下ろした、下ろしたのは何のために下ろしたんですか、これは。いや、これがもう行かれてたんで。これっていうのはエンジンごと、エンジンが。あ、そうなんですか。へえ、うん、これはエンジンはまあほぼほぼフルでオーバーホール。あ、そうなんですか。へえ、いつ頃手に入れた車ですか、これは。これはもう10年近くも経ってると思います。あ、これはもうセミリトラを狙って買ったんですか。このつもりで。あ、でもこれで覗いただけでマキッと割れちゃうんですよ、こいつらが。え、そうなんですか。これとかが、でこれも直したし、え、でこっちはファイバーの入ってるやつを、はい、自分で型を作って。え、自分で作ったんですか。持ってる人がいる。ああ、はい。その人に、あの、知り合いになんとかなって、名古屋の方にこれを注文してます。これハイバーツは FRP ってことですか。そう、あ、じゃないと割れちゃいます。え、鉄は割れちゃうってこと。違う、これただの樹脂の、じゃあシャル重量が800キロしかない。純正はただのプラス、ね、プラだから。あ、そうなんですか。車重が軽く作ったの。あ、鉄じゃないんだ。最初から何年なんでしょうね、わかんないけど、1、2年ですぐ割れるんですよ、多分。あ、そういうこと。へぇ、最初はなんか売り文句としてはボヨンってなって、うん、ありましたね、確かに。でもね、ね、ちょっと、ホンダは逆ですか。そう、ホンダ逆なんですよ。ホンダは逆なんですよ。何がしたいのか、ね、ね、あ、でもこれだと、なんかこれ単純ですよ。交換楽そうっすよ。交換がね、レビン来たんで、あれ、ライトの隠れでしょ。あ、そうなんですか。あれ、ノーマルのライトです。ありがとうございます。たまたま来ました。ありがとうございます。ホンダの影響ってのは、懐かしいな、セミリトラ。今はもう、いや、もう、もっとこっちの多分、そうですけど。もう全然整備性はいいよね。そういうこと考えてたね。ダイナモだってさっき言ったんだけど。忍者調子いいっすか。乗ってないもん、忍者。乗ってますよ。調子いい、BKB は。BKB、BKB。よく知ってる。よく知ってるね。あるよ、動画に。それはあるでしょ。確かに。これショックはノーマルなんですか。足は、足ノーマル。足はノーマル。あ、テインの。ていうか純正がもう手に入らなかったって、あるのはテインだけだった。あ、これ車高調ですか。一応車高調。そういうことか。でもそんなにしないんですけど、あれは MMM ベースを縦置きにしたから。あ、そうか。珍しいな、しかし。自分沖縄に出て継承してるもん、この丸がずっと継承してるモールが赤いなんて ね、なかなかないよね、今は。昭和感、昭和感バッチリだね。これはよくわからないね。買った時からこの赤いモールが入ってた。差し入れ、差し入れ。でも多分純正なんでしょう、赤ね。なんとか、なんなんでしょうね、限定車とか。そういうの。ああ、そうなんですかね。他に何持ってるんですか、車。カンカバーの。これと、はい、あとロードスターの、はい、クーペってやつ。NB のクーペです。あ、NB のクーペ。珍しい。急に声がでかく。
珍しい。あ、まだもう。で、あと S で。あ、S で。S で。あー、はい。こいつはまた、先週、また入院しました。何が悪かったんですかね。いや、あのね、ちょっとだけフェンダー擦っちゃったんですよ。それと、あとその他いろいろエンジンがまた、来てるから、開けて、合わせの面検とかっていうので、こいつの先ほどで、俺の方も先ほどで、その3台だ、みんな旧車じゃないですか。そうです。へぇー、ロードスターはまだ新車で買ったんですけど。えすごい。もうロードスターももうだから何年ものになっちゃった。あー40年多分ロードスターけど、これだから85年の MB のクーペ。クーペはないもん。あ、だってダイソーいく何でした。大事195年メールニュースみたいなやつがあって、うん、で、あの横浜の R&D、うん、なんとかのやつが、なんか、はい、あそこでイベントやりますよ、うん、クーペですよ、うん、って見に行ったら、うん、そんなに遜色ないぐらい綺麗な。だってロードスターといえばもう、ね、オープンだけど、クーペにも食いついちゃったんですか。クーペに食いついて、そんなね、屋根がない車なんて全然欲しくなかった。あー、逆にか。あー、だけど、あの形と、はい、あのケツのラインがたまらない。あー、NA ロードスターじゃなくて、もう NB が、あのケツが。はぁ、なかなかのマニアックですね。あれ、歌履いて綺麗に跳ねる。あー、そうなのか。NA の方が綺麗にと思っちゃうなぁ。多分 NA よりも、ちょっとお尻がちょっとブリッとして、そう、ちっとしますね。うん、よく見ると、あ、ルーフ外れないやつだっていうのが、気づかない人がほとんどです。ああ、確かに。何の買ったんですか。そっちのまだ赤買ったんですか。まあ確かにね。俺も赤買いましたもんね、新車で。あ、じゃあ本当に最後の最後。でも2000年のお姉ちゃんが後ろから全然知らない子だけど、車がなんかついてきてる時があって、うん、よくよく見たら、まあ、NA の、はい、NA だから、はい、だからでもそうするとだから車の間に挟まったらこうやって俺の車こうやって走りながら撮ってるんですよ。俺ら出てすぐ99年。ああ、分かったんですかね、クーペだっつんで。そういえばカプチーノはまだ売ってるの。あるある。あ、ほんとすげえかも。あるよ。これから雪降るからまたじゃあ開けそうね。俺これの後期新車で買ったからね。あ、そうなの、うん、どうしちゃったどうしちゃったかね。どっか行っちゃったどっか行っちゃった。ですよね。貴重性がある。その後期のフェンダーとかに合わせて、はい、この貴重パネルはこれ。うーん、その名古屋のマニアの人が自分で型を作っちゃったって言ってました。その人は抗菌型でそれを作ったんですよ、はい、あ、だから微妙に違うところがあるんですよ。そうなんですか。違うんですか、前期と後期で。後ろのステップとかはこんなに浅くないんですよね。これ抗菌の抗菌型のステップに今となっちゃう。あ、そう、これ後期のステップなんですか。え、アメリカで売ってた分あれですね。不便でね。あの、あ、スカイラインに比べると穏やかです、ね。元気の方が多分もうちょっとその辺はおとなしかった。それだけが難しい。でも3人目今じゃあ。NA ロードスターも新車で赤買いましたから。絶対下がることはない。発表されて、あの、発売前に予約買いに行って。NA が発表された時ですから、まだ。スカイラインやめたんだ。NA 結構売りましたもんね。8年ぐらい売ったんじゃなかったっけな。やっぱり最後の時だったら最後の時期やろうと。完全にクローズの
ロードスターってぐらい。先見の。エヌビだけですもんね。貴重ですね。へえ。これリップ純正ですか？いやーもう貴重ですね。今のボット。はあ。すごいやん。あ確かに。結構泥除けは純正？あ、後期用の？あ、こいつが後期だから。あ、はいはい。え、後期もこんなんついてたんでしたっけ？全然覚えて、あ、これ黒だった。あ、そう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 。そうですよね。埋もれてるんじゃなくて上にボコってこう埋まっちゃってるようなこの幅ですよね。これ前期純正なんですか？じゃあこれ前期で、ただ色は純正じゃないかもしれない。純正じゃないっていうか、その限定の車種かもしれない。あ、でも付けられるんだ前期のが。あ、そうなんだ。へえ。付くと思います。いや、すげえホンダの。そう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 、確かに。断面でいうとこうなってちょっと出っ張ってんじゃないかなと。ああ、かもしれないです。だからここにガボってはめるのが。ああ。はあ。これ無限、これも貴重ですよね。無限のリアスポ。またまついてた。相当貴重ですよ。でも無理です、頑張っても絶対割れる。ここが。あ、そうなんですか。ひび割れちゃう。塗装が割れちゃう。あ、まあ、これはまた閉めてたら別荘ですよね、きっとね。あ、これトランク開けてもらえますか？何？無限パワー。気づきませんか？おい、え、え、え、何これ、何これ、こっちに食いついちゃう、どうしたこれ、すごい。安物もいいと思うんですけど。ああ、でもちゃんと使える、うん、これこれ取って無限パワー、はい、初代のギアこれです。ああ、今は違うんです。カッターでビッてやられたら何でも持ってない。やれちゃうよね。ああ、やっぱ ここまでこっちに。ああ、たまにここがギクシャクしてロックします。あ、そうなんですか。途中で止まっちゃったりして、ギコギコして戻したりして。なんでここによくストッパーとかない？なんかありますよ。あ、すごい。これがなくなっちゃったからパテみたいなのでこれ作ったんですよ。え、作ったんですかこれ？キャップがなくなっちゃった。こっちもないですよ。こっちもないですよ。うん、今まだ直し中のやつがあのうちにあって。形をもう一回作ってこれをパチって。こだわりだ。はあ。一応可愛くここにもねライトついてんだ。へえ。懐かしいな。思い出してでしょ。懐かしい。懐かしい。こんなとこスピーカーあんの？なるんですか？ありました。すごいね。けどこれはね欲しくて買ったの。なんだ、世界もんってあるじゃないですか。だから。ない、あの海外の部品を取り寄せてくれるやつ。あ、そうなんですか。へえ。それで、これアメリカバージョンなんですよ。あ、日本ではこれなかったんですか。だから色違うじゃないですか。あ、違う。まあ、はい、そう。アメリカものなんです、ここだけ。へえ。この、ここにスピーカーがどうしても欲しくて。え、スピーカーはつくようになってるんですか、この CRX 自体は。中のブラケットを、それはヤフオクで手に入れてきて、で、蓋がなくて、これを世界もで手に入れて。じゃあ、純正はフロントだけ？純正だと、ダント。そう、いつもは、そう、純正だとフロントだけ。そうですよね。だって、ほぼ人乗れないから、こんなとこスピーカーあってね。あ、そうです。ああ、じゃあ、日本では、日本仕様は、ここにはスピーカーつくモデルはないってことだ。アメリカ黒いのがアメリカ仕様で、日本にもあったのかな。 あったんですか。で、確か見た、俺知ってるのはこれ、あの、ここの色が青いじゃないですか。確かに、あの、1.5 とかのやつ。ああ、かもしれない。それと同じやつは見たことあるんですけど。これとこれが多分樹脂の色が違ってるんだと思います。じゃあ、日本でもオプション設定はあったってことですか。あ、そうなの。後ろ乗せないのに、ほぼね。こら貴重だわ。レアもんですよ。いや、でも、この爪がね、すごい出来が悪いんで、どうしてもピタッといかないです。シート純正？純正。張り替えてなし？張り
替えてなし。へえ、すごいじゃないですか。助手席はこれ買った時は助手席もっとボロいのがついてたんですけど、あ、それを一生懸命自分で押さえようとかしてたんですけど、はい、無理でした。ああ、でオークションかなんかで落とすんですか。で、そう、川越の人が出してて、あ、その人の家まで直で行って、両方左右出してたの。あ、右だけだってたん。両方持ってましたけど、その人は。うん。これだけ、うん。左はいらないよね。そうそう。うん。左はそんなに痛んでない。ああ、まあ、それ貴重ですね。そうなんだ。へえ。懐かしい。純正マフラー？これはね、雨と実望で作る。あ、ち、そうなんですか。純正にしか見えない。ねえ。いらない、東京、東京インターでしたっけ？首都高から向こうに入るところの、はい、あのインターが、はい、インターっていうかあれじゃないですか。はい、あそこでその元々ついてた純正のやつがゲートくぐる瞬間にガラン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 って落ちたんですよ。で、これを、それを、そこに、そこへ走ってたのは、その横浜の店、これか、もともと買ったのが横浜なんですけど、横浜の店に、またあそこ直してどうのって行くつもりで走ってたら、ゲートで僕を埋め落としたんですよ。よくマフラーをね、落としたって昔よく聞いたけど、実はあるんだ。そう、だから、あの、車に気をつけながら、こうやって、こうやって掴んで、で、それを見せたら、あ、じゃあ取り替えますよって言われて、これにしたんです。あ、そうなんだ。多分無料で作ったと思うんですけど。え、へえ。マフラーも買った時にだって一応さすがにね、調子いいですよぐらいの話で買ったんだから、あ、まさか落ちるとはね。落としたのはさすがにね。そういうことね。はあ、はあ、これ10年前に買ったんでしたっけ。多分それぐらいだったんで、当時でいくらぐらいで買えたんですか。125万だったんですよ。今もどうせ倍以上しますよね。と120ぐらいで買って、はい、でその後あたってあれ直しのエンジンも入れ替えってやって、はい、そしたらざっと計算したら400万超えました。車両代含めて。ああプラス？車両プラスの後の修理の内容で、ああそういうことね。400万はね。うわ、大変だな。そういう聞いちゃうと。このグラムで、この車って、はい。サービスっていうか、部品をキープしてくれるっていう気はあんまりないですもんね。ああ、そういうこと。で、評判悪くなっちゃったん。そういうところで多分嫌な顔されるので、はい、NSX とかだけなんか派手にちょっとなんか部品作って使い方にしたりしたでしょ。ホンダはそういうところもありますよっていうのをアピールするために。でもこいつは採用してくれない。あ、そういうことね。あ、松田の方がいいんだ。うん、松田の方が全然いいです。松田はなぜか知らないけど横にまた部品出てたりする。ああ、そうなんだ。へえ。デッキのエンブレムとかなんか、あ、いつもその車屋さん行くときに、はい、たまにその社長が、お、今出てるぞとかって言われて教えてくれるんですよ。へぇー。デッキのエンブレムが大体巻きが剥がれてくるんで。あ、そういうこと。それを2、3枚多分まとめて持っておくっていう。でも完全に純正値段ですからね。あ、そういうことね。プレネじゃないから。そう。あ、そのいつも見てもらってる車屋さんがこの部品今出してるぞ、マツダがって言ったら、ディーラー行って言ったら本当にちゃんと部品があって。この前ね、半年前に頼んだ時はそんななかったのにみたいな。あ、まあ、部品をなるべくそういうのは集めておく。あれ、ラジオ、カセット、あれ、そう、オーディオは、あれはね、ラジオ、日産のですね。え、日産のなんだ。あ、ホンダ純正じゃないんだ。ああ、
ホンダも確かほとんど全く同じやつです。あ、そうなんだ。へぇ、生きてるんですか、これ。ギリギリ生きてます。ギリギリ。CD の出し入れが若干ね、よく。あ、CD なんだ。カセットじゃないんだ。上に1枚。あ、ありますね。あれが CD で、その下にあるのが MD。あ、MD なんだ。カセットじゃないんだ。あそこに、あのタイプを日産とホンダが当時なんか、はい、多分プラリウムかなんかなんですけど、作らせてたみたいな。メーター下にあれなんですね。エアコンスイッチはいっぱいあるんだ。あ、そうね。ねえ。アイテムがなんかちょっとわかんない。あ、そうなんですか。あのボタンポチポチやると切り替えが変わるんですけど、押してないのに勝手に切り替わった。AI じゃないですか。エアコンは効くんですか？ギリギリです。あ、本当に？へえ。てか2年に1回は一缶入れる感じです。ああ。もうエアコンは。そういうことか。へえ。俺のエルブ、俺のエルブは全然開かないよ。すごいな。チャリン。これは、これはバズるんじゃないかな。この下にあるんだ。ありがとうございます。大変だよね。だってマウントの下だもん。あ、もっと頭が、まあ、ある、出てるやつ、純正のだと頭のもっと出てるのボルトがついてて、これもギリギリ当たんない、ギリギリです。クリアランスなさげです。あ、まあ、確かに本来はバルチがついてるんだね。本来っていうか後期はあれですね、ボコってなってましたね。ツインカムのやつはバルチ。ああ、そう。え、これツインカムですよね。ツインカムだけど、これあのネットだけ 1.5 に。あ、そういうこと。あ、なんだ、1500のあれにネット。あ、そういうこと。出っ張ってると掃除するにもなんか邪魔で嫌だったんですよ。え、それある、あの純正も持ってるってこと？純正はもう手放しました。あ、うん、あ、それで、ね、1.5 のわざわざ交換したってこと？あ、そうなんですか？個人的な好みでね。そうそうそう。あ、こだわりで？あ、そうなんですか？あ、そういうこと？あ、そういうこと？前から見たんじゃ。1.5 だと思う。ああ。後ろ回るとほら、あれがついてる。SI がだから。あ、なんちゃって SI だと思われちゃうってことね。そうそうそう。そっちの可能性のでかいんじゃないですかね。そうそうそうです。ああ、そういうこと？後ろの SI はそのまま活かして貼ってあるんで。うん。あ、そうなんだ。うん、こだわりの 1.5 ボンネットなんだ。そうです。あ、そっか。俺、後期だから俺、パワーバルジがついてるかと思ったよ。違うんだこれ。ああ、こだわり。やってもらった店の、はい、実地でっていう感じがあった。結構なんだ、車お客の車が入る部品とか結構ちゃんとキープしてくれてるんで、はい、しかしするとまだ取ってくれてる。本当ですか。今や貴重ですからね、戻した方がいいんじゃないですか。またあれでなんか、あ、そうなんだ。知らな、言われなきゃわかんねえやな。これは手に入るもん。そっか。一点、そっか、前期も。茂木のイベントがあって、はいはい、バラードの。はいはい。その時に設計者の人が来たんですよ。はい。これ本当は当たんないんだよって言って。あ、そうなんですか。あ、その人が言ってたんだ。そうそう。それを聞いてから手に入れたんですか。そうそうそう。ええー。当たんないんだって思って。そうなんだ。当たらないけど、あれをつけたんだ。SZC は。へぇー。まあね。
ジムカナじゃ無敵だったですもんね、最初はね。ジムカナやるとあのドアのランプが光るんですよ。どうせないから。ああ。俺これのサンルーフ付き買いましたよ。今撮っとけば相当価値がありますよね、これのサンルーフ付きは。サンルーフ一応浮いてたりして。頭がなんですか？私の頭の方がよろしくメガドックでできてる。あ、そうなんですか？じゃあ WX も買わなくちゃダメじゃないですか？ WX はもう最初に買いました。あー、でも手放しちゃったんですか？入社して最初に。へー、 SA が欲しくなっちゃった。あー、 WX と SA 一時期2台あったんですけど。あー、 あー、 SA 手に入れると WX はやっぱり重たいのがよくわかるんですよ。あー、はい、はい、あー、じゃあナチさんと同じで4ローターにしなくちゃいけないですね。エンジンルームがでかければ 5ローターまでいけるんだって言ってましたよね、ナチさんが。なるほど。センプリックショットっていうのはでも組み合わせるのか、ああいう場合は。いや、わかんないけど、なんか言ってたのをよく記憶してるな。あ、手であれです、雨の日になったら手であれですよね、タイヤ、スリックタイヤを溝掘ってレインタイヤにしちゃうんですね。やってましたよね。こいつで04の時でしたっけ。そう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 、彫刻刀みたいなんで溝掘るんですよね。そういうのやってなかったから、そのままスピンしちゃって、うん、ああ、ナメさん130でしたっけ。そう、130の、うん、あー、130の G ノーズだったんですか。うん、130じゃない、違う、あれですよ、30ですよ、 S30。 あ、30だったっけ、なべさん。あ、そうなんですか。 G ノーズだからそうですね。あー、じゃあ30も買うんでしょ。なべさんの買わないんですか、凝縮メガドックでできてる人は。もう限界だなって。そうか、メガドックか。SA ははい、小さくなるかどうかってますね。あ、 SA 何色なんですか。 SA はシルバー。あ、シルバーなんだ。あ、シルバー塗ったんですけど。あ、塗ったんですか。もともとは違ったんですか。じゃあ元はね、黄色でした。ああ、黄色だったんだ。へえ。別に黄色が欲しくて買ったわけではないんだけど、たまたま出てきたのが黄色だったから、でもシルバーに塗り替えちゃった。そう、元々冷房が良かったんで、うん、と言いながらシルバーにしたって私が何回かぶつけてたんですけど。ふん、足利の渡辺さんがでしたっけ。はい、そこの土手でなんかイベントよくやってるね、足利で、うん、はい、その時のあのなんか YouTube のなんか写真に、うん、私の SA がこう、そこの土手っぺりにこう降りてきてこうやってるところをどっかのね YouTuber に知らない友人写真撮られて盗撮されちゃったんだ。ちゃんとナンバーが映ってました。ああ、はあ。でそいつが先々週、はい、あの入院で、あ、今回は割とお金かかりそう。ああ、じゃあ400万超えですね。どうでしょう、本体入れたら。そうですね、本体入れたらもう超えてしまうから。、うん、ああ、じゃあ NB が一番金かかってないやん。あ、そうですね、マツダいい、そっか。ありがとうございました。閉めてください。